Bye-bye. さあということで始まりました毎度おなじみごきげな番組山田レイジのヤングサンデーの時間でございます皆さんいかがお過ごしでしょうか寒い日が続いておりますね <laughs> <laughs> いやいやいや昨日のねあの金曜ロードショーでエヴァ9が地上波で放送されまして、えー、皆さんそれもご覧になった方も多いんじゃないかなと思っておりますさあその熱が冷めやらぬうちにですね、えー、やっちゃいましょうかねということで今日ねあの1月ずっとお送りしてきました「えー、新エヴァンゲリオン公開にこう間に合わせるための,の間に合った,間に合ったヤンサンエヴァ祭り」。 まさかそ、はい、<laughs> 新エヴァンゲリオンが延期ということでねあれなんですけども約束通りこの最後1月最後ですね30日本日は「エヴァンゲリオン新劇場版 Q」をよろしくお願いします。コメントでねもう9がわけわけからんと 声優さんまでわけわからんって言ってたよとか、シミちゃん何もしないでとかね。ないから、いつも。シミちゃんは何もしないで。しなくて怒られてほしい。お願いやから、エヴァだけには乗らんといてくださいよ。シミさん、エヴァだけは乗らんといてください。大輔。乗らといてくださいよ、冒頭。あれ、妹もやっぱり大阪弁ちょっと変な感じになる感じないですねやっぱり兄弟だからな。なんでさ、声優選ぶときにさ、関西弁しゃべ お、抜擢しないんだろうね。関西人いっぱいいるだろう。ね、いっぱいいるい。なんであえてさ、使わないっていうね。うんうん。まあちょっと嬉しかったですけどね。いや、妹もそうなんだって。ね。ねうん、いや、これ、ね。他はどこに行ったのかもわからないしね。う九。うん。うん、ついにもうこの既存のエヴァシリーズ最後の作品でございますけれども、うん、もう前回のハオがもものすごい解説だったんで我々もねちょっと。 うわって圧倒されてうまいこと突っ込めなかったところもあるんです,ですよ、うん、はい。今回どうでしたかレイさんええー、もうくたくただよお前お<ー><球>早いい。サングラス早すら早い、まあ、な,なんかさまあみんなさっきの難民がいっぱい出てるっていうのもよくわかりますよ皆さんな、奥野さんちょっとあの今回ねどこが気に入らなかったのかどこがわからなかったのかどこが良かったのか、うん、ちょ一応メールいただいてますよねあのそうなんですよ皆様に ちょっとお便りください、はい、ということで,でちょっと代表的なやつをちょっと読んでもらっていいですか、奥野さん。あ、久住さんお願いします。久さん、どんな感じのメールが来てたのかって話ですね。はい、えー、皆様こんにちは。いつも番組を楽しく見ております。初めてお便り送らせていただきます。多分他にもたくさん来る意見だと思いますが、目覚めた信二くんと同じように状況に置いてけぼりにされたことです。 歯で綾波を救ったテンションのまま起きたと思ったらみんなに敵に向けられて何もしないでと言われたのはつらかったです。<laughs> カオル君にすがりたくもなります。やりが違うとか関係なくとにかく今の状況を変えたいとなる新ん君を誰が責められるかとともとも帰った記憶がありますというのがさでしたなんかそこがいいのにっていうコメントもあるね。 うんね。おいてかれて楽しかった人もいるんだね。ああ。うん、うん<ー>。でも奥野さん。はい。当時大変だったらしいですね。劇場で見て。いやーね、もう何年前なんですかね。2014年。12年です。12年。俺たちも会ってます。<年>はい。9年前か。<laughs> 水曜会とかやってます。はい。やってる。 はい、すごいもう楽しみにしていてこれで終わりかと思っていばそうなのそうなのよでなんか歯もちょっと見返したりしてこうなんかこう,げてど,うどうなるんだろうと思って行ったら、うん、もう圧倒的なその映像美と、うん、意味のわからない展開に、うん、あそこまでその何今日疲れるっていうか、うん、もうなんか本当に振り落とされましたね。<laughs> 何を見てるんだ俺ははそうですね、はあ 俺の知ってる人たちがなんか全然違うことやってるみたいなさ、うん、そうすごいちょっとキャラの名前とかは一緒だけどこれ知らん人やし知らん映画やし知らん作品やそうそう日本代表が急に卓球始めたみたいな感覚ですよ乗ってたじゃんかか <laughs> 乗るるなって言われうん。それはなかなか大変だったんだろうなと思うよ当時ねうん クデさんもで見たっていうのもありますけどねちょっとクデさんも映画館で見てるね僕も映画館で見ましたけどその当時の体験は大変でした望むと一緒にもう準備整えてうわいバンギリオンこれで最後だ自分の中での青春の何かが一個終わるぞと思ってみたら終わるどころか、うん、ずーっとチューブラリのままもう一個あんのってもうどうやしそうそうだって何みたい分なります,よります何 <laughs> あとあのね予告編のさ <laughs> はい、はい、カットが一切出てこないとかあの予告がね<う>なんだったの、うん <laughs> っていういあれ信じてたんだよねそう俺は続きを見てきたんや続きを見たくて来たんやって思っててずーっともうなんかこう客席に座りながら体がさーっと後ろに引いていって今はどこか分からないもうお金返せとかそういうことでもない何をさせられてるんだろう。完全にだからさ劇中のさシンジと同じ気分にさせられたってことでしょまあまあその時は。<うん S 1> でもそのンジからも振り落とされるんですけど。 ね、あでもあれは信じらしいなって、まあ、そういう話をね今日ちょっと突っ込んでいきます。かと、はい、でまたその俺ちょっとヒデの,秀の,その,なんつの傷口をさ,こうさ一緒にこうなん探求していく旅に出ちゃったからさでもこの映画自体がそうなのもうずっとそうなのもう,もうしょうがないねこれね。

えー、オタク第一世代しかわからない用語だらけですからちょっと説明し,しながらいきますもうね<あ>ネタ元が君らが分かるわけがないところからガンガン引用してきてますんで、はい、俺の世代でギリギリですなのでその辺の話をちょっとあの秀の主治医あそうかもねああのまあ、みんなはまあお医者さんみたいな感じになりますよねそうですねで<も>そういうこともお化けの救太郎は多分関係ないと思います、はい これ皆さんあれですからも解きの解説もそうですけど、またに溢れてるその旧約聖書からの謎解きとか、なんかそういうのとも全く違う山田レジのそのまあ超解説になりますので、あおくさんはい旧約とか新約とか聖書とか関係ないですから全部関係ないの？この映はこれはは何を見てきたんやろう？いやだから何見イブとかめちゃくちゃ言ってるどう？ ヒデの自伝。まだそれなのそして中年のうつ。ミドルエイジ・クライシスっていうのをアニメにしたやつですね、これね。今回もめっちゃその辺がすごい面白いですよ。すっごい面白かったですね、そういう意味では。もう俺は魂の全裸監督と思いました、やっぱり。だからヒデを超える全裸監督はいないよなっていうくらい、今回は。 やっぱりまた尊敬しちゃってあのあの。監督の使い方間違ってる。ひでは血ない。ひは血を流してましたか？いやもうもう血流すどころかもう脱ぎっぷりがいいね。だか脱ぎっぷり惚れ惚れするねクゼさん。い俺まだわかんないからさ。ひでは脱ぐよね。ひでは脱ぐんだ。ひではでスケスケだぜって言われてる。おじゃあいきますよこれ最後のタイトルコール。はいじゃ行っちゃってください黒さん。君は。

はい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 はは<あ>はいいはいまままず始すすこれねエヴァンエヴァ9ですけどなんとね、えー、歯からね何年かたってですね34年たってんですよでこのまあ4年ぐらいたってるっていうのはまたキーポイ,ポイントなんですけど14年です14年,年2012年ですねああそういうことね、はい、そうです2012年公開なんですよでこの2012年っていう年はですね恐ろしいですよね、はい 3.11の翌年なのでこれ3.11またいてんですよね作ってるのねああああつまりさあのこのカラーで格闘しているあの中年の鬱つとか格闘しながら小さいとも格闘してい,い,いったっていう時期なので,でそして、えー、秀さんねあ野秀樹さん、えー、当時52歳ですねはい、えー、今でそのもう本当に大変な時期だと思いますで大変な時代っていうねそれでもうそのその時の,その苦しさ全開っていうねでまあ エヴァンゲリオンってね、いろんな要素があるんですけど、ざっくり3つ要素があるんですよ、エヴァンゲリオンって。エヴァンゲリオンって3つあるんですよね。これそう、今出てるのはハですね。はい、それで、えー、エヴァンゲリオンって何かいって、これちょっと出てますね、ちょうどいい感じで、これ9ですね。はい、でちょっと、えー、ざっくりと、エヴァンゲリオンって、ね、3つあって、そのうちの1つがです、ね、まずはですね、ケちゃん、これいいですか。一、はいえーね、つの A の要素として、80年代ラブコメ、しかも、ね、これ学園ラブコメですね。 エヴァンンゲリオンは学園ラブコメなんですよなるほどで学園ラブコメとして始まってで、まあ、こういう感じでどっちとくっつくのかなみたいな体があってクラスメートがいてっていうところからだん,だん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 ずれていくっていうやり方を取ってます。でだから君らその最初のテレビで入った世代っていうのはもう無邪気に80年代ラブコメ的な感じで入ってるっていう。 でそこからですね、まあ、もう一つが、これがだから、序でやってますよね、あともう一つ、世界系 SF っていうのがあって、君と僕の物語っていうね、それが歯、まあえーえー、でやってたんですけど、まあ、これ辺を完全にこう、まあ、ずらしながら歯、えー、で壊してたっていう、まあ、殺してたんですけどね、うん、過去の自分が作ったものっていう、でもう一つ、エヴァの大事な要素で C の全部嘘だっていうね。 全部だから最後全部ひっくり返すっていうでもず自らもひっくり返すっていうね自己否定のコンテンツ自己否定文学ですダザイですでこれをスランプってことですよね急激でやってたんですねそのエアでやってた最後のやつっていうのでこの全部嘘だっつってでえここで基本的に安野さんどういうノリでやってたのかっていうのは大体いいエヴァンゲリオンっていうのはねこういうことですエヴァの基本ベースっていうのがあってですね ええー、はい、俺の気持ち俺の暮らしっていうのがまず大事できます<え>、ね、エッセイやの気持ちと暮らしを見てます我々は <laughs> エヴァンゲリオン <laughs> <え>日,日常なんだから UCC 観光費ですだからそ車のパポスターが貼ってありますからあれは80年代前半の大学生ですからねだからあの時の気分とかっていうのを味わうコンテンツとしてエヴァンゲリオンというのとあともう一個大事な要素としてパロディ祭りなんですよ エヴァンゲリオンっていうのは、オタクの祭りなんです。大根アニメとガイナックスですね。だから、からえー、同人アニメですね、あのー、エヴァンゲリオンっていうのは。で、この2つ、で 2> これをキャッチフレーズで,です、ね、まとめて言いますと、メカと女とスノビズム、プラス、そんな俺、そんなのが好きな俺大嫌いみたいなね。<laughs> そんな俺が許せないっていうのこれセットになってんのこれエヴァンゲリオンだと思ってください。だから、まあ、メカも女も最高スノビズムも最高でも、そんな。 ことやってる俺って最低っていうね最後落ちるんです少<し>で <laughs> そういうそういうことみんなで祭りやって最高だぜイエーってやってる最中にいやマジでそれいいのっていう <laughs> い,いきなり監督が素になってそういうことやって <laughs> みんなついてきてんのにそのそれを全部ひっくり返して「<laughs> お前こういうのさ気持ち悪くない?」っていうふうにお前「お前が言うな!」っていうのは<う>お前が言うな!」が,がエヴァンゲリオンですなのでジョーハッ来て 急で突っ込まれるのはみんなさん分かってたんじゃないですかねだか,らだから歯であ明らかにそのみんながこれを待っていたという世界系バンゲリオン見せられてみんな喜んでいるのをもうひではどっかでバーカって思ってるわけですよやめてくれよでもそのバーカって思っているのをちゃんと分かってる人はこの絵は違うなと思って歯見えたから、うん、急見て,れってあこれですよってなるわけだよ ヒデと同じ病を抱えてた人たちは歯は違うなと思ってて「急になって安心するわけですよ「うん、あこれだよこれ」っつって「俺たち患者はこれを見たかったんだよ」っていうさじゃあ僕みたいに歯も違うなと思って「Q」も、はい、あれもっと違うぞと思った人はどうしたらいいのあのねそれはクぜさん、はい、大事なとこですよはいいいお客さんってことです <laughs> <laughs> おめでとう おめでとう、くぜくおめでとう。ありがとう。だって作ら見に、あの、エヴァンゲリオンをラブコメ、学園もの、そして、sf みたいなもので。世界を救う少年の物語、本当は翼があるのにって、思って見てる人たちです。あなたはそういう人です。だから、同時代に、し、あの、十四歳だった人たちね。九十五年に、きゅ<あ>、あの、十四歳だった人たちは、素直にそれ見ちゃったもんだから。ああ、あこ、その、ひ。 叩かれること引っぱかれること何回も,何回も, <laughs> もピシンピシンピシンってやれてあのそういう祭りがエヴァンゲリオンでも<ー>それをやってほしかったんだと思うねなるほど、ね、ことをやっている自分ってどうなんだって思ってるから思春期ってなんかそのいつまでもアニメ見てる俺ってどうなんだっていう気持ちあるじゃんそ,そこにね誠実に寄り添ってる、うん、自己愛とね<え>自己嫌悪が。 安野さん自身がずっとそこにいるのでまあなんか安野さんが辛いというでその辛さはオタクも共有するとそみんながこんなんでいいのかなってどっかで思っているっていうね感じがいきなり寂しいこと言わんといてくださいよ。元気少ないよ。<laughs> うん、<laughs> すごく擁護してますよ。いや、そうですね。うん、いや、俺はこのね、魂の全裸監督を尊敬してますから、はい、あのちょっと擁護させてくださいよ、だからみんな、この話すのよく分かりますよ、す本当に。で、笑えばいいと思うよってこ、ま、あのこあのコメントありますけど、全くその通りで、<laughs> はい、そうですねで、だからね、大変だったなと思って、歯、えー、を見ててね、はい、前回の歯、まあの,の解説で、非常につらかったんですよ。 で何がつらかったかって安野さんはね、うん、メカと女と女スノビズム大好きなんですよで俺たち大好きなオタクワールドをパロディーにしながらやってる祭りが大好きなのにそれを全否定してたからなのね自分でね。自分で。うん、でイカ・効果のその、えー、ちょっとずれた嘘の演技とその,嘘の表現で、うん、本当はこう,いうの見せたいこういうの見たいんだろうっていうにショーをやりながらあれ,、はい、あれは完全に自虐ショーだったから。 本当はそんな思ってないし「し行きなさい新次君」なんて言わないし「言わないんだあ愛よ」なんて言わないし <laughs>「言わないよ、ね、だ愛よ」って言ってる美里に対してわざと言わせてこれに引っかかるやつバカだよなと思って書いてるところあるんだと思うんだよ。うんえー、なんてやな野郎なんだ。だそそのこじれ方いやむしろ逆なんだよもっと分かってほしいから嘘つくんだよ。 分かってあげたいから、ちゃんとええ。江川さんなんか、そういう人だよ。だそうですよね、江川さんもられました。江川さんもそうです,ーーうです。似てる、第一世代は、つまり純度が高くて、期待値が高いんだよ。分かってほしいわけ、自分を。あの、うん、秀幸、分かってほしいから、嘘までつくっていう嘘の予告編までやるという。<laughs> で、なんちゃってってやるんだけどその裏で泣いている俺わかるみたってやるわけ。<laughs> うん、泣くくなよ、よわからへよめんどくさいでしょでこの「めんどくささ、はい、急で完全にね、まあ、振り切って出て出ますよね <laughs> 最後に蹴っ飛ばされるのはそうだからなんですよ。最後に信者蹴っ飛ばされて立ちなさいよって言われるのはだからなんで。<laughs> もうそれあれじゃないですかコアの部分言っちゃってませんか。最後ねだからその話までちょっとじゃあ,あのやっていきます今日ちょっとじっくりとやっていきますもう面白いからねね、はい、本当はねだからあの歯の中でねみんな感動したって言ってるじゃん。うん、で綾波を守ってって言いながらも翼をくださいって言っちゃってたんだよね。飛んでいきたいなっていう希望だったわけだよ。 はい、つまりあれは希望の話だったんですか、本当はこうだったらいいのになっていう夢の物語みたいな感じ、つまりどういうことかっていうと、9になったら夢から覚めるって話ですよね。現実から現実に戻されるっていうのが、はあ、なるほどね。みんな夢見て、で、公共成績もよくって、はい、次期待してくれて、だからいっぱい入ってきてくれたんだよ、はいそ。そいつらはどういう状態にあったかっていうと、夢を見てたんだよ。無限列車乗ってたわけ。 だだからポカンとしていいんだ列車から引きずり下ろして,てう、ね、これが現実だっていうのががですねこれ現実だっていうさらに安野さんの説っていうことですかあだから、えー、安野さん自身がその夢の中にいる自分っていうものに気が付きながら夢の中にいるから、うん、だからもう一回だから俺「やっぱりウルトラマンだ!」ってやっちゃうわけだよ。そこにだから安野秀明の本音の部分が入っちゃうわけだからなあ,そあそこ感動できんだよ。 うん、わあ、結局ウルトラマン守るんだってなるんだけど。ところが今回クゼさん、はい、ウルトラマンを守った罪についての話ですよ。え、ウルトラマン守った。罪なんてあるか。なんで、どこまで自分をいじめるかなっていうね、全裸監督はね。マジか。ですね。はい、あ。<laughs> なんで。その罪について、<の>はい。聞きたいですね。でね。えっとね。あの、今回オープニングがね。 オープニングが宇宙から始まるじゃない。でもちろんさ、<う>あの冒頭、いつものウルトラマンの,あの SE から入るわけじゃん。ウルトラマンが始まる音楽で始まるからウルトラマンが始まるんですよ、皆さん。<laughs> エヴァンゲリオンじゃないんですよ、あれ。ウルトラマンなんですよ。<laughs> 実はウル、エヴァンゲリオンのこの新劇バージョンは、シン・ウルトラマンの序章ですよ、皆さん。シン・ウルトラマンのプロトタイプってことですかプロトタイプで,で、<た>その後その後シン・ゴジラやるんですけど、<laughs> シン・ゴジラも予告編みたいなもんですよ、新ウルトラマンの。ええ。 そんな感じで,で,で、オープニングが始まるって <laughs> ウルトラマンが始まるわけですよ。で、そこから宇宙で戦っているところから始まるじゃないですか。うもうゼログラビティですよね。よだから王立宇宙軍始まっちゃったみたいな感じですよ。で、ここからですね、皆さん大好きなオタク祭り、スタートですよ。もう、<れ>オタクの人たちが大好きなやつですよ。宇宙船、ロケット。で、そこで、はい、行われるリアルなガジェットの動きみたいなもの。うん、もう王立宇宙軍がやってたやつで、ガイナックスの初期が。 もうずっとやってたやつで、でそこにまあそのセクシーな姉ちゃんが出てきて,てトップは狙いですよね。骨がね、三秒遅いとかね。あ、そう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 。<laughs> で王立時軍とトップを狙いをや,い,やいきなり始めるわけです。でそこでフルフェイスの飛鳥が出てきますね。あで、はい、赤い服着てます。あ死んでなかったんだってみんなガッと上がるわけじゃないですか。でそこであのー。 縦を使った戦い方しまますすよねねガンダム入れてきますからその, <laughs> その盾を使った戦いを空中戦でやってみんなガッと上がっているところにその縦えい、ー、これこれなんていうかうっしいだっけ、うん、バーって捨てるじゃんその縦を、うん、捨てた後にフルフェイスをバッと外すわけじゃないですかああすか生きてたっつって劇場がうわーって盛り上がる時に「はい、アイパッチって何?」みたいになるわけじゃん。 片目 <laughs> 隠してるしっていうそれね混乱がもう超面白いで白いこのアイパッチなんだって話に対してあの俺の世代からの説明ができるとするならば、はい、これ70年代マナーとしか言いようがありませんはいその通りです丹下断平だしキャプテンハーロックですね <laughs> 戦ってきた男の象徴としての傷とアイパッチっていうのが70年代のマナーですこれ。 え、それマーでやってんの、はい、ドレスコードでやってんのいはい。アスカがヒーローって話なんです、今回。おー,おー,おーなるほどめっちゃ元気でしょ最初から最後まで。あれでアスカ一度死んでますからね。でそっから蘇ってくるわけです。仮面ライダー一緒でしょ一緒でしょ <laughs> そそう一緒でしょ <laughs> <laughs> 落ち着かっ。 <laughs> 元気。面白ないよ。<laughs> 少ないやめるの <laughs>。全然少な,くないんだけどね。関係安定安定ですよ。<laughs> 元気あるいるからな。七十年代っつうのは傷ついた男がヒーローなんだよ。うん、うん。だからでなんなら改造されてるわけですよ。 でまあ、アスカは一回死んでますからねだからそれまあもう一回その復活してきた傷を抱えた70年代マナーの、えー、アースカがまあ大活躍ですつまりこれ仮面ライダーでありブラックジャックですよねと、うん、いうことなんでんでです一回死るんですよ。 でそこからよみがえって活躍するのでここで流れからもう分かるのは「はい今回は、えー、オタク第一世代祭り行きます」って言ってますねこれもうここで分かるんですかここで宣言されます「はいガイナックスに戻りました」<laughs> っていうねで、まあ、もちろんこの当、まあこの後にね「シン・ゴジラ」の中でね「私は好きにした、はい、お前らも好きにしろ」っていうね宮崎駿から庵野さんに対して言ったセリフを言うことになるわけじゃないですか「シン・ゴジラ」で。はい もうだからそれを受けもう最初からここでやってますねだから先,先代も好きにやったんだ先代のお宅も好きにやっただから私も好きにやるっていう宣言で冒頭入ってくるんですよただね<ー>これだけで終わらないんですよだから余計に面白い、はい、好きにやるのが俺たちオタクっていう宣言でばっと始まるの始まるんだけどそれだけじゃ済まないですでここで一つポイントはですねマリさんがニャにゃにゃ,にゃ言ってますマリさんがにゃにゃ言いますよ で、はい、マリさんが滑った昔のギャグを言いながら、はい、あのちょっちねみたいな感じで出てくるじゃないですかなんだっけ、はい、えっとメンゴメンゴって言いながら来るじゃないですか、うん、マリさんマリさんの謎が解けますよね今回ね<え>なんとクセさん、ま、冒頭で,で、うん、冒頭でマリさんが歌ってんのは、はい、な誰の曲でした え、あ、甘地さんですかそうですねまさかの甘地マリの方のマリかよっていう、ね、嘘でしょ<え>それ繋がってるね。マリさんねゲンドウくんって呼びますよね、うん、<laughs> 呼びますよ、えー、そっちの世代 <laughs> っていうねで歌ってました一人じゃないって素敵なことねっていうことですね一、うん、人で戦ってませんねはい 今回もバディで戦ってましたと冒頭から、はい、2人で戦ってました。一人じゃないって素敵なことねが今回ポイントですね、この映画のテーマですテーマソング歌ってました。なるほど、<あ>確かにダブ,ルダブルエントリーシステムとか,確か,にとか、そういうことです、久世さん。つまり男女別紅白歌合戦です、これ。え歌合戦 <laughs>、はい エヴァンゲリオンの一人じゃないよ一人じゃないって素敵なことねっていうのはエヴァンゲリオンはそもそも3人だったんですよドリカムだったんですでも<は>逆ドリカムです真ん中にいるのが男で両側に女がいるっていう逆ドリカムでいくのがエヴァンゲリオンマナーだったわけですよ <laughs> でこ<ー>れがそう思春期の男の子童貞の男の子にとっては最強のタッグのフォーメーションなわけですよねあの お母さんであり自分のことを守ってくれる、まあ、母なんですよ。母であり謎の美少女である綾波玲っていうのが横にいて、うん、これは会話はないけど私を守るって、まあ、そのあら私が守るからってもう無条件で言ってくれてるわけで、うん、母のような初恋の人っていうことですよ、これって。うんうん、でまあなんだっけ、えっと、バック・トゥ・ザ・フューチャーのロレインだっけ <laughs> ですよね。はい、母です、母。えー、若い母ですよ。それとあのギャルですよ。 同級だからこれ飛鳥に関してはスクールカーストの外にいますけどまあ普通に言ったらこれスクールカーストのトップの一番元気なギャルでしょうね,そうでね勝ち組中の勝ち組で、うん、普通は信二のようなやつに口を聞いてもくれませんよ、うん、でもこれがですね格 <laughs> になるわけですよでまあ Q の急激のバージョンでは飛鳥カは家事っていう好きな人がいて片思いだったんだけど今回それ外れてることによってフォーメーション完璧みたいな感じで浜で進むんですけど。 これがですね、Q になるとリアルはそうじゃねえよってことになるわけですよね。えああ <laughs> 鉄壁のフォーメーションが終わります。はい、まあえー。男女別に分かります。あ、もう男女別に分かれちゃうんだ。分かれちゃってるけどね。確かに分かれちゃいますね。Q はね、はい、この辺がちょっとめっちゃ面白いよなっていうのはあってですね。で、まあそうですね。<laughs> えマリさん、マリさんのあれは、マリさんのあの正体についてはまた後で話してくれるんですか？ マリさんの正体これからちょっとまたいろいろ話しますそれでね、はい、ま,たまたねこれ先に言いますけどあ言っちゃおうかなこれ、はい、ええええーって出てくるじゃないですか、はい、ブンダーっていう謎の艦艦、はい、あの戦艦に乗ったあ、うん、えっと艦長がミサトのチームが出てくるじゃないですか、うん、ミサト艦長と仲間たちが元、えー、ネルフっていうさ この辺がまたなんかいろいろちょっと考えちゃうとこあるんですよね元ガイナックスみたいなやつかいろいろ考えちゃうんですけど独立考えたねはいはいはいだそれだけじゃないですよ名前がもうちょっと仕組みがちょっとなんかどうなのと思うじゃないですかこれ女子だけのチームが、はい、まあ男子はね、はい、まあ奴隷のように使われてる男子がいますけど、うん、基本的には幹部は女子そして名前がヴィレ,、うん、レじゃないですかヴィレん。ヴィレじゃないですかウィル・イーじゃないですか。イ、うん e、がエヴァだととするともう エヴァ未来系にしますみたいなことですかこれ。どういうことなんですかこれ。<laughs> どういうこと <laughs> わ、知らんな <laughs> いん。そういうことですかこれ。未来に行エヴァンゲリオンってことですかだ,、ね、だから、つまり、ネルフ、まあ、変わらない男たちは置き去りにして、私たちは先に行きますよってことなんですかようそろってことなんですか <laughs> 先に、先に行ってる割に結構、あの、お金なさそうですよ。明日から。お金はないですよ、レジス。<laughs> ドイツ語ですよドイツ語でいいしっていう意味だったはずあそうですかまあ、ど、うん、ドラに確認してるんですよね <laughs> あの、まあ、それはないでしょって言われてましたけどでも言いたかったってことですもんねどこまでが本気のあれでどこまでがギャグかわからへんから <laughs> こっち戸惑います、あ、よ <laughs> どこ <laughs> これがエヴァンゲリオンでしょ奥野さんえ今エヴァンゲリオンレイさん体現してるんですか、うん、そうだよな何言ってんだよ <laughs> 解説で体現 <laughs> なんで真面目についていことすんだ,だ,だなんか途中まで真面目についていっちゃダメなんだってなりながら最後の最後に全裸監督立ってるから、うん、ありがとうございましたってなるのがエヴァンゲリオンでしょ <laughs> ちょっとわかんないからこの <laughs> 人真面目にやってるのかふざけてるのかわかんないのがエヴァンゲリオンじゃないの だからね味がするのよ長いこと同じ味じゃないっていうさあ<ー>あまあみんな,なんかずっと語っ,ってんじゃないのっていうのがあってねだからそのビデのこのロゴで,ですらなんかそう思ってしまわせる何かがあるよねっていう話ですよ、うん、でそこであの、まあ、その宇宙戦宇宙,宇宙で戦闘してるわけですよ最初から誰と戦ってるのか分かんないし何が行われてるかも全然分かんない状態でめっちゃかっこいいその。 戦闘シーンを演言見せるでどうやら、えー、立体十字架なるものをね救出しようとまああこれはあれはですよね、えー、前回の戦いの後にシンジ君はなんと<れ>、えー、宇宙をさまよってんですね14年間も、うん、これなんかあれですねあの俺読んでないけど、うん、徐々でこういうことなかったっけずっと宇宙にいるって言ってた二 <laughs> 部 <laughs> そういうようでさ罰を受けててで、まあ、十字架というのは罰の象徴じゃないですかだか十字架の中に封印されて14年間浮いているっていうその神事を救出するというか捕まえるとか捕獲しようとやってる二人の姿を見せられてるんだってことをだんだん分かってくるわけですよね。説説ややばやば今今今さん自分思ってるやばいですよ今のめちゃくちゃゃく カーズだと考えたら確かにそのその地獄ですよだから立体十字架だからまああれですねダリからパクってんだと思いますけど立体十字架の中に閉じ込められたンジ<ー>を救出するとかいうか、まあ、奪還するというところから、まあ、始まるんですけどそしたらなんか首都みたいなやつがいきなりシュルシュルシュルって出てくるじゃないですか、うん、でまあそのマーリさんはもう、えー、手伝うことできないから一旦離れるってことになって飛鳥一人で戦うことになるんですけどその時にまあ 追い詰められたアスカが、まあここ泣かせるシーンですよね。うん、ど何やってんのかなと思って見てると、なんとかしなさいよバカ信じって言うんですよ。うん、言いましたね。これはやばいセリフですね。<え>で、そしたら10時間の中に目があって、パッと開くじゃないですか。うん そこから謎の光線が出てアスカを救出するじゃないですか「パパッ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 その「シュルシュル」を切るわけじゃないですか「シュルシュル」ってそこはそういうんですねこれ十字架の中にいるのはシンジだし、はい、シンジに何とかしなさいよって姫が言ったんですよで,そ,です、ね、それに対して答えてるのだからこれがあるから最後アスカは助けに行くんだってでここの整合性ができてるからちゃんと見ようよオープニングってなってんだけど何が何だか分かんないですよあのさん <laughs> だって初めてのことが多いんだもん <laughs> 敵の形も今までと全然違うし何と戦ってんだよだからちゃんと分かると最初のシーンから後半につながってアスカーとシンジの物語になっていったん,だ、うん、ほんや俺だから今回アスカーの大ファンになったんやなと思ったそうなんですよ、うん、つらい辛いね14年間の宙吊り <laughs>、ね、14年間の宙吊りといえばですね、はい、いろいろ考えたんですけど テレビシリーズが95年で「えー、エヴァンゲリオン派が」「歯」が09年これ十14年間たってるんですけどまあ、うん、そまあなんつうの新シリーズまでの間にさまあ、えー、生まれた子供が中学生になるぐらいまでの時間たってるっていうことですよね、うん。っていうのもなんか裏にあるということで「でエヴァンゲリオン」を作ってしまったことに対する罪を抱えたまま、うん、14年間さまよっていた。 というふうにも取れるわけで、これ安野さんがってこと。安野さんがで、それはシンジがその、えー、抱えた罪っていう問題とちょっとまあこ繋がっていくみたいな話になっていくんですよこの後なので、えー、あ、そうか。あ、はいはいわかりました。そのつ自分の罪についての話になっていくんだなっていうことですね。中<っ>中はい。安野さんが自分でエヴァンゲリオン作った講罪について話しているってことですか。その通りですね。その通りです。マジで、でうん。そうなんですよ、はい で、エヴァンゲリオン見たら、着地できないんですよ。着地できません。え意味もわかんないし。はいはい、農業もできませんよ。はは <laughs> <laughs> 普通に暮らせませんよ。はい、そう。スイカを守備で作るぐらいしかできませんよ。そうです、ね。<laughs> そう。つまりね。つまりね。どこに降りたいか、わかんない状態のね。ね、これがまさに、第一世代のオタクたちが、かん、感じている感覚なんだよね。ヒーローになるんだ、うん、ウルトラマンになるんだって言って、デュアって出てったはいいんだけど。うん、慣れないじゃんって言ったまんま。宙吊りになってる状態なんですよ。 つまり<ー>だから「<ー>ウルトラマンに君はウルトラマンになるんだよ」って「僕もウルトラマンになるんだよ!」デュアーって言ってこのまんま「え誰も来ないし <laughs> 俺だけ浮いてるし」っつって「いつまでやってんの?」って言われるしっていう。怪獣いないしね。うん、おそう。でオタクたちはこの状態にいます皆さん。えつまりその煽られて出発はするんですよ。君もウルトラマンだって言われるから信じたんですよ、うん、それをちゃんと。うん、そしたら何あの時代が変わっていっちゃって「いつまでやってんの?」って言われちゃうしっていう。うん このねお宅の宙吊りの状態これはあの俺たち日本人の若者たちが全員で感じている宙吊りと被るんですよ。<ー>ストマタンですねつまり<ー>着地できないんですよ。なんちゃってって言いながらパロディーとかやってると <laughs> もうその好き,好きなものがあってでその時になってで降り,る降,りない降りられないからそこで遊ぶしかないっていう。でなんちゃってなんちゃっての祭りやってるわけですよちょっと似てるものとかやってって思いで大人になれないまんまずっと浮いてるんですよ。 大人になれないまんまずっと浮いているピーターパン問題っていうのに関して Q で、うん、あのどこまでも真剣に向き合うっていうことをやってますねこれ、えー、いやー大変ええい白いあこれ俺、まあ、今回も言っときますけど別の解説もありますからねそうですね <laughs> 俺じゃない俺はこう思いますって話を暴走気味にやりますんでよろしくお願いします、はい、だってコメントでね <laughs> もうやめてっていうコメントもありますもんそうですねじゃ向き合いましょう<ー>ヒデは向き合いました、うん はい秀は前来になりました。<laughs> だからみんなオタクであることに向き合おうっていうことです。<laughs> おへいろさ,さん。一緒にそう秀がど一緒に旅してくれます。はい。そういうな話。<laughs> <laughs> あのちなみにまた今回も赤い地球出てきますよね。で、うん、この流れの中でかん考えられるのはねやっぱりねやっぱこうあこういうことをやろうとしてきたんだっていうのが分かるとあの最初からね。 理想の世界なんかをね。描こうとしてないんだよね。今回あのエヴァンゲリオン。あの進撃版ではね。うんうんだから、えー、こうすれば世界は救えるんだ。とか。これこれ,これさえすれば世界は助かるんだ。とか、俺が救ったんだ。とか、俺がウルトラマンだと君を助けるとか、そういった甘っちょろい世界系の戯言みたいなものを全否定ですよね。 全否定すするために球作ってますでその世界観の中に「青い地球ねえしそんなもの」ってもう死んでんだよっていう絶叫がですねあの赤いビジュアルですよ青い地球地球は青いんだ一つしかないんだ,だ守れるんだとかそういった、えー、なんかそのちょっとしたねぬるいエコロジー思想みたいなものに対するカウンターですね。 なはい、でだからでしかもガガーリンが「地球は青かった」って言ってるんだけどその地球は今赤いじゃんっていうメッセージが入ってます。これが現実じゃんみんな結局世界系でなんか解決したような気分になってるけど解決してないぜっていう <laughs> 赤いぞ地球はってものすごい江川さんと近いものを感じるよねだから <laughs> ひっくり返していくていう,う,、ね、うんみんなが信じていることをひっくり返して。 本当のことを伝えたいと思って,るっている苦しさですね、えー、メカオナスノビズムってことですねあともう一つね<と>すごい感じるのが、うん、やっぱなんか血と内臓ですよねずっと血と内臓をエヴァンゲリオンで表現していたハン <laughs> さんって、ね、この赤っていうものもその結構メタファになっているなと思うんですよね内臓とか内面とかいう、ね、自分の内側痛みを伴った世界痛みを伴った自分の内臓に みんなを引きずり込むわけですだから海以外も赤いんですよ今回もねずっと部屋の絨毯も赤いじゃないですかもう<い>これ、ね、う繰り返してコクピットも赤いんですよね、うん、内臓ですねつまりこれ内蔵以降内面です痛みを伴った内内面っていうことを見せようとしているということですねあねあああああ面白い <laughs> だから <laughs> 辛いけど面白いなという感じでしたねさんこれ 3回は見てるじゃあ<回>今日見たんでもう一回それはだから確認しながら見ましたけどでもこれでもこれはお俺みたいにひねくれててあのちょっと距離を持ってその見てる人はあとだオタク第一世代を知ってるっていうのもあって周辺情報があって初めてわかるんで本当に素直に「エヴァンゲリオン」を学園ものとして見てた人たちはわかるわけないっすってこれ。<laughs> で分かんなかったら考えろっていうのも入ってるのだからねすごい誠実あの<ー>君は分かるよねっていう態度でもあるのこれってだって受け,受けるためにはあのわあそうで分かりやすくした歯でわ分かりやすすぎるやつをやってちょっと違和感残してるわけでしょで引っかかったやつはバカって言ってるんだからだからそこはもう残酷ですよその後でもねこれ本当に正しい大人 のやり方のお一つじゃなないいいかなってううふうに僕は思いますけどでもさその分かる分からないやつは考えろっていうけどなんかの,、うん、そのダミーみたいなその思考材料がたくさんぶわってばらまかれてて、うん、どれが真実か分からないようにはしてありますよねずっと今いやもちろんか乱させますよ <laughs> いろんなでまあすそれがスノビズムなんで,なんで,でその中から本当を自分で探してみろよっていうふうにも言われてるそ俺は楽しく見たたかっただけなんだよ。<laughs> はいわかりましたつまりそんな麻酔コンテンツのふりしてだからものすごいエロいでしょかっこいいしだから麻酔コンテンツのように見えるんだけど、うん、入り込んだら逆逆完全な覚醒コンテンツ麻酔抜くんだよみんなの麻酔を抜いてってボーンって突き放してそこはどこですかって言ったらそこは現実ですよっていうそれを急激もやってて今回もやる今回の方が激しい。 うん、それはいろいろ大人になったんでやり方がこう巧妙なあったのと自分の痛みがもっと増してるかなっていうのがありますよね。うんうん、でここからですね<ー>まあ,あ, <laughs> あ時間ねえなでもまあしょうがねえな <laughs> すぐにですね何が始まるかっつったらねいきなりね元気な飛鳥が出てきてで、あのー、宇宙戦が宇宙での戦いが終わるじゃない、はい、あんまり、あ、やってるわけじゃないですかで三郷、はい、出てくるんじゃないですか、うん、さっき言ったブンダはですね で、はいえー、女の船たち船が出てくるじゃないですかでこれがまたすごくてあのー、わけわかんないでしょいろんな戦艦が周りにいてどかんどかん言ってて、はい、なんならあのー、よく見るとそのうまくできた CG のねあのー、3DCG のアニメなんだけどそれがその船がよくできてるんだけどそ宙に行くじゃん。はいうん なんで船が宙に浮いてんのっていうツッコミも,もあるじゃん普通にでも大和だからなわけじゃんで<え>なんならなんかねあえてねワイヤーみたいなの見せてるでしょもうね特撮っからねこれもうサインだよこれ同人祭りですよなんでこれオマージュですよっていうさそ,そう<あ>そういうこ,これは二次創作ですよとと二次創作祭り始まりますよって言ってそしたら美里さんがもう起きた館長だなって出てくるじゃん。 わからへんよ。起きた,館長たあじゃあえー、しみ、ええー、とケンちゃん、起きた幹長出してください。<laughs> 起きた幹長わかるもん。<laughs> <laughs> 起館長出てきちゃうじゃないですか。これ <laughs> あの宇宙戦艦ヤマトなんか始まっちゃうじゃないですか。はい。で無茶は承知とかね。はいはい。呼ぶわよみたいな、ね。うん、これがね70年代アニメのねリーダーですよね。<laughs> で奇跡を起こすっていうねテンプレをね。 でまあ、それについていけない旧世新世代みたいな感じで、えー、まあ次の世代の若者たちが出てきてで老人とまん感じでちょっとギスギスした感じになってみたいなね、うん、勝てない戦はしないですみたいなね、うん、あとマジみたいなねなだからもうそのカラーにもねあのカラーのスタジオにも新しい世代が入ってんだなみたいなちょっとこれって私の仕事ですか <laughs> そうそうそう,そうあの唇の女の子ね。 急にほんまに「なんやねんお前」っていうやつ結構出てくるよな出てくる、うん、あのずっと一緒にやってるみたいなハゲたおじさんの副館長みたいな人誰なんっていういやあれだって <laughs> あの小,安小安さんやろ声優ああ声優はね、うん、そうそうそう銀ン,ンガナムのさあそうなんや お、うん、だからすごいこの後多分シン・エヴァンゲリオンってすごい役をやらされると思う。オクルさん。はいはい。はい、あれねキャスティングなんですよ。はあ。ヤマトにアイソ出て出てくるんで。うん、はい。ちょうどよかったんだと思います。うん、えなんでヤマトなんでヤマト基準？オッター飽きようかあれ。

<laughs> あのねあのギスギスしたね感じっていうのは、ね、ものすごい、ね、その職場がギスギスしてる感じっていうかそのスタジオジブリのドキュメンタリー見てると時々ああいう空気になってますよね。暴走するボスっていうねつまりあそこの館長っていうのはやっぱりそのその早尾館長でもあるっていうね。 だミサトは早産んなってんじゃんみたいなねややこしいわっていうね <laughs> 帽子と襟とサングラスっていうのがあの襟みたいなね、まだあれもね <laughs> アイデンティティの防衛ですよねだからまあう、ね、もう心開かないんですよ今回のミサトさんは。 確かにね。で<ー>公のために心を閉じて生きるという職務に生きる女となってつまりですね、まあ、あれだけ女女してた美里さんは女を捨てて生きているとそして髪の毛を切った律子と共にっていうねこれは完全にその女子2人ツートップでいくわけですよこれがその館内も女子2人 2>、うん、そして外に出て戦っているのも女子2人というね完全な女子チームという中組ですねこれが。いいですね。はい で、これに対して、玄道冬月の白組っていう。<laughs> ああ、ふた、豪華豪華。で、これ戦うのも、ええー、薫と神事というね、この二人がやりますので。ダブルー、<組>ダブルー。はい。黒組、枯れすぎちゃう。え <laughs> え。これ、枯れすぎやで、あれ、もう。そういうことなんですよ、奥野さん。白組がなぜ枯れてるかって話も出てきますね、セリフで。本当にはい。 そして俺はちょっと引っかかるのがこの男女分断劇場に火事が消えてるっていうのがちょっと興味深いですね。なんでかというとリアルを語るときにああいう風ライブをいらないんですよ、うんだ。だからもうコブラとかルパンとか現実に関わろうとしない男っていうのはこの場にはいらないわけですよね一旦外されますね。なの<ー>で次に出てくる可能性もあるけどここには火事は入っていくことできないんですよ。 トラさん来れないんだ来れないです責任取らないから今回は責任取るって話なので <laughs> 責任を取らない人はいないんですよ高 <laughs> はいないですね面白い、はい、いや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 。でここのねコクピットも赤くてねそのモノトーンっぽいじゃないですかめっちゃかっこよく作られてますけどもうなんかちょっと浮かぶのがもうこの頃も流行ってたと思うんだけどウロブチウロブチ監督のゴジラがもう割とこういうトーンでね抑えた赤でやってましたよね 赤とか黄色とかね,ね、うん、でなんか新章風景みたいな感じのコクピットをやってたなっていうかだからまあこの時みんなね中年の鬱に差し掛かった映画監督がやりがちなことですよね<ー>こういうのってね <laughs> 明るくはできませんっていうことですね。<laughs> はい、そこにですねシンジが運ばれてくるとでみんなが冷たいわけですよあいつ来たよよく来れたなみたいな感じになってここもつらいよねで<ー>何の説明もなくみんなに全否定されるというねであいつがあいつが14年前にっつってで14年前にいろんなことをあいつやったらしいぜっつって<あ>何やったんだっつったら、うん、何の説明もしてくれないで冷たい扱いをされるっていうねで綾波はどうなったのとか ね、ママはどこにいるのって感じですよ。僕が救ったんだっつってあれはだからつまり僕の大事なママを助けたんだっていうことですよで僕の大事なウルトラマンを助けたんだとでそこで記憶が止まってるんですよでそこで14年経っちゃってみんな大人になっちゃった大人になれなかった自分、うん、はいそれオタクでしょうわーママ <laughs> そこにいたって,よく、ね、っていうのが歯だったわけですよ。 シンゴジラなわけですよ、シン・ゴジラ、このあと開き直ってやりますよね、だから、私は好きにやるんですよ、その後、うん、その後もシン・新ウルトラマンにつながってヘバ、日では再生するんですけど、でも、この時がは結構きついですよ、エヴァンゲリオンみたいなものを作って、うん、でみんなを喜ばせてっけど、結局、世の中、ダメにしたのは、あんたなんじゃないのっていう、そういう自責の念が、神事に重なっているというね、うわー、つら<変>いなー、大変ですよ。 でこれってねシンジの否定ってのは結構きついんですよシンジって何かって言ったらあのイノセントなわけですはい、はい、純粋な心を持った素直な少年なわけですで、はい、80年代マナーではイノセントが一番強いんですどんなものよりも無垢な心があれば勝てるんですよ、うん、これが絶対なんです<ー>、えー、つまりあの80年代までのオタクカルチャーをずーっと見てきた人たちは何を根拠に勝てるかって言ったらピュアな心なわけですよ <laughs> ほ<う>それがよくないんだよねって言われてるんですよ、これ。あられちゃんがそうです、ピュアそうなんですよ、みんなだから無くだから強いんです、でそれで、うんその、そういったイノセントの否定ってことですね、イノセントが絶対だっていう、イノセント無敵主義の否定っていうことです、これ、つまり80年代、世界系全否定だし、我々の存在を全否定してしまうことになるわけなんですよ。 なんて恐ろしいなんて恐ろしいことをやるんだろうっていうふうふに思いましてたまらないですよ、これちょっと。で、<ー>その後ですよ、僕はどうしたらいいんですか僕も戦いますよ。ね、それで見てたら2号機が戦ってるっつってね、あすかが生きてたんだっつって、三里さん、僕も初号機に乗りたいですみたいなその時にみんなにみんなに言われます。あなたは何もしないで。何もしないでって言われる。エヴァだけには乗らないで。いはい、社長、仕事しないでくださいってことですよ、これ。え 社長エバ作んないいでくださいってい言われちゃったもうもしかしたら怖いですよ、これ。結婚生活だったらもっと怖いですよ。旦那しないでくださいよって、夫をやらないでくださいよって言われた状態。言わ何重にも想像できるセリフですよね。あ,あ,あなたのせいで大変なことになってしまったの。僕何したかわかんないよってって、もういいから、うん、もう数に入れてないから、なんならもう首痩されて、もう一回変なことしようとしたらいつでも殺せるようにするからねっていう。 あの無垢に対してて首輪をつけたのののっていうのは、ね、そこの通りです無垢なものの暴走が起こしたことがみんなを不幸にしたとこれ日本人じゃないですか <laughs> 日本人イノセントのまんまイノセントだからやりたいことやっていいって言って好きなことやってったオタクもそうだったオタクはイノセントだからいいんだ心がきれいなんだ働いてるやつよりもきれいなんだっていうふうにして帰りしてたわけですよ現実とは。現実やらななきゃいけないいいけことっっぱいあったんだよ だだけどやらなかったたんんよそれででで夢の世界遊ディズニーランドでずっと遊んでた平成30年間 <laughs> ディズニーランドにいた平成30年間でどうなったこの国はっていうのがあるわけじゃないですか全部乗っかってますよ、はい、イ,ノセイノセントで許される時代は終わったんだよだって外国の人たちはもう戦ってんだよずっと現実とっていうことですだいきなりですね外国に引っ,張引っ張り出される状態っていうか夢の世界から。 ディズニーランドでもう浦安の駅に行って次の駅に行ったみたいな感じです。うわあ <laughs> って <laughs> ここは工業地帯みたい。な。<laughs> 海汚いみたいな。そういう感じで目が覚めさせられるということですね。でここからまためっちゃ面白いんですよ。あのねあの何もさせてもらえないけど現場にいるんですよ。でかつての仲間が戦ってるんですよ。うんでね、ここでね ビジュアルがですね、オタク第一世代パロディ祭りなわけですよ。またおまけだ。ヤマトはね、ブンダ完全にヤマトですから。うん、で、ヤマトだけじゃないんですよ。あのね、ブンダーはエヴァンゲリオン初号機がブンダになっているので、うん、これキャシャーンのスワンですよね、奥野さん。って言ってもわかんないですよね。わ <laughs> かんないです、ね、<laughs> キャシャーンに出てくる白鳥のスワンっていうのは、<laughs> お母さんがサイボーグになったやつなんですよ。 怖いなそれこういうのみんな大好きなんですね。なんならもうガッチャマンのゴッドなんとかも出てくるしさ、まあ、そんな感じのニュアンスも似てるしあと、えー、ホワイトベース似てますよね 2>, 2つその出来があって、ね、でその,若,いの若者たちが学生乗りでわちゃわちゃやってる感じそれですげえ若い館長が指揮を取ってる感じ。 つまりここでミサトさんはあのー、あのなんだっけえっ、ー、とああのガンダムのあいつになるわけですよねあの<う>ハサウェイのあいつですブ、ね、ライトさんですかブライトになってましたよねはい <laughs> なんでブライトが出てこないんだろう <laughs> 恐ろしいハサウェイのあいつハサウェイのあいつが出、ね、てになったりとかまあいろんなオマージュがあるわけですよね。 それで、面白いなと思ったのが、まあ、よくできたブンダーの造形なんですけど、あばらみたいじゃないですか、なんか、ね。うんね、曲線美ですよね。うん、魚の曲線美みたいにも見えますよね。そう、後ね,ね。13年、翌年にね、風立ちぬで、日では堀越二郎をやりますよね。うん、堀越二郎が、ゼロ戦作った堀越二郎がですね、うん、曲線いいよねってって、骨をね、<laughs> めでるんですよ。魚の骨を。うん 魚のあばらの骨が美しいとか言っちゃうわけじゃないですか。もう全部いね、なんか何もかもがつながってる感じするんですよ。そんなね、ビジュアルで次々が次々と出てくるわけです。ね意味なくその CG の中にワイヤーみたいなの、ピアノ線みたいなのが見えてくるとか、こんなね、大根フィルムフォーエバーみたいなね、アゲインみたいな祭りがね、外で繰り広げられてるのに、見てるだけなんですよ。参加でき こんななな地獄いいじゃないですか大根フィルムまた始まったんだけど、うん、あの参加させてもらえないお前はお前は監督やるなよアニメ作んなよって言われてる状態これはもうね庵野秀明にとっての完璧な悪夢でしょこれってそれがベジュアルになって大変なんだろう。ここ確か昔自分が監督したな監督者なのかな,なナディアの曲が流れてましたねあその通りなんですでナディアっていうのはオタク大<う> 1> 第一世代にとってのお祭りですから あれもお祭りなんあれはだからアンさんやってたしその、うん、かつての仲間たちがやってたつまりあのブンダーはナディアですよナディアやってんのですよねナディアやんって思ったもんで,で音楽までかけちゃってるか確信犯ですだからやってますつまりあの頃をやってんのあの頃をやってんのに <laughs> お前はダメだぞって言われてるの、うん、これさあどうするの入院しなきゃダメだよこれすぐに問題 <laughs> <laughs> ないって問題ないカウンセリング必要なやつでこれ。<laughs> 本当かわいそう?。あ、すごいなー。え、ね、ね、なんでダメって言われちゃうの?。え、その、その話します。なぜ、だから、シンジがダメって言われたか、な、シンジの罪についての話しますね。したいよね。ねまあ、はい。 でそ,うその信二があのぜんとして僕も参加したいのにって言ってるのにもうそのガラスの向こうに追いやられてるわけですよね、うんはい、でそしたらのその新世代がいるわけですよくらちゃんがいるわけですよ、うん、何の役にも立たないくらちゃんがいるわけですよね言い方 <laughs> <laughs> まだわからんぞそこにブチ切れアスカが登場じゃないですか、はい、でガラスバーンっつってもうなんか椎名りん登場思い出しますよね <laughs> ほんな <laughs> って。 <laughs> <laughs> ね、あす本能寺の変ですねあれね。そうありますかね。<laughs> <laughs> うん 怒りと悲しみの累積っていうね実際にこんな喋り方する人いないからめっちゃ面白いですよね<白> <laughs> その後 <laughs> その後ボソッとエヴァの呪縛って謎の言葉を言ってますけど、うん、これもうね物語とは関係なくねこれね全部ですよねこれこのマンガこのアニメのつまり、うん、エヴァの呪縛に苦しんだ人たちの話ですよこれって、うん、エ,ヴァエヴァンゲリオンっていうのが成功してしまったがゆえの で、そしてそのエヴァンゲリオンが孕んでいたものっていうものが社会にどういうことを与えてしまったのかっていうことを大人になったが故に分かってきちゃった当時はやっちゃえやっちゃえって言ってやってたんですよオタク第一世,その世代の第一戦戦線でもう前線立って大暴れしてたあの秀明がふっと気がついたんだよね俺は社会のために役に立つことしたのかって我に返って えなあれちょっとえよあれやってよかったのかなみたいな感じですよねえこれがですね呪縛になっているわけですね。これは当時それを一緒に見てた人たちも同時に呪縛になってるわけですよあだからエヴァのせいで大人になれないってことあすかアスカもエでエヴァは着地させないんですよ着地できないんですよ、うん、着地しなくてもいいって言ってるから毎、うん、シリーズ毎シリーズだから人生を生きられなくなっちゃうわけですよ見てた人たちが。 だからこそエヴァを卒業しなきゃいけないんだよって話の流れになっていくわけですよね<ー>多分だから次のその映画でエヴァ卒業のための何かを打ってくるんじゃないかっていうことですね急でここで完全に突き落としてますよねそこでね、うん、だからダメなんだっていうダメ,ダメ出し祭りっていうね困っちゃいますよね本当にね、はい、でそこにあの綾波の声がするんですよね「シンジ君」つってね あらいいいですよねあやなみいるのみたいな感じになってってそれで、うん、まあその隔離されたらそこにいきなり0号機に似たマシーンがいきなりエヴァがやってきてドーンって手を突っ込んで出すですね間にだからその手,手を間に挟んでさとさんに打たれそうになるじゃん。うん ね、で外の風がバーッと入ってきてなんかその「ータガンダム」の劇場版のラストみたいな感じ,の感じになりますよねあそこでねでまあそこで出ていく神事で出てっちゃうだけですよねでまあこれゼ0号機ではないわけですね九号機09号機なんですけど、うんえー、まあああ迎えに来てくれたんだっていうねで、えー、何もすんなっていう,言うんだったら僕出てくよっつってもうね伝統的な家出芸が。 ね始まりましたね <laughs> 始まりますねはい安室も,もやりました皆さん家出しますはいで出て行く真二怖それに対してアスカが、うん、あれあれじゃあバカじゃなくてガキねって言ってタイトルがバーンって出ますけどはい俺がまあ一つまたテーマですね大きなテーマねバカ真二はいいんですよガキじゃダメなんですよねこういうことをまあ急で言おうとしてたんだなーってことがわかりましたねはい もう本当にねここの第一パートとってもよかった面白いよくできてるんじゃないかなこんなに詰まってたんですねそうですでこの後とは <laughs> 衝撃場スタート衝撃場が始まるじゃないですか。衝撃ままネルフ衝撃場そうネルフ衝撃場 そうで出てくる人はもう衝撃団ぐらいの人数しか出てこない。<laughs> <laughs> にね、どこ行ったみたみいなあんな組織やったら <laughs> 全部新商風景みたいな。そそうそう図書館は誰が管理してるのとかいろいろあります <laughs> 誰がごはんになんで, <laughs> <laughs> で本だけまだあんだみたいな、はい。まあいいんです。あれはね、不条理劇なんで。ね、キューブリックですねキューブリックが始まってし不条理シアターが始まるのでで密室劇なんで、ね で黒波さん、が多いですよ。ね、黒波さん登場ですね。黒波さん、さんあ、え白波さんが黒波さんになってる、えもしかしてゼットになってんのみたいな感じでワクワク、ワクワクしますよね。えっと、みたいな感じというのはちょっと分かんなかった。 ウルトラマンンを倒すすすのはじじゃットン黒いじゃなないいいですかでかか黒そういうの入れてくんのかなみたいなことでワクワクするっていう感じだし<ー>なんかだ<ー>ナンバー9って出てくんじゃんみたいなさ9番9番目の、えー、レイえー、何「大空の大空の9」それとも「ビートルズ <laughs> ナンバー9」みたいなもうワクワクさせますよね9番っていうだけで。 <laughs> でまあそんなこんなんで関係ないですよこれ全然意味ないですけど病気やぞ病気やそれだけ並べられると <laughs> うわ面白しってなるわけでそうなんですねそこからですねあダメだ奥野さんえなちょっと待ってこれやばいなちょっと待ってあどうしようかな第パートでもこファミリーのファミリーの 2> 第三パート,パートえー、俺って YouTube に載らないのかこれ一番大事なとこはい えもうちょっと話してもいいんじゃない？えカオルの正体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 が言いたいんだけどな。カオルの正体は後半で行きましょう。いいそうだな、だねはい、俺たちはそのな会員になってくれた人たちのおフィでなんとか成り立ってるわけだからな。そうだよね。<laughs> そうだな。<laughs> はっきり言いますね今日は。うん、彼らのためにもな。アラブレイジですね今日は。いや,いや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 。あちょっとな気をつけよ。<laughs> <laughs> 気をつけます <laughs> ということで <laughs> 山田大臣さんで「エヴァ祭り」最後の「エヴァ祭り」ですね、えー、新劇場版9をやってまいりましたもう今一番のお密な解説なんじゃないかなとやばい、ね、めっちゃ面白い、うん、めっちゃ面白いめっちゃ面白いあちなみにあの薫君の正体のヒントはこちらですはいもう分かってきた人かたどれだどれだ、はい、ということでリズバルだおっとくと全部言っちゃうんでうちの音体は。はい はい、<laughs> 後半に行くんですけども来週のやんさん、えー、2月の5日かな6日かな5日かな5日だね5日、えー、はちょっともうこういうエヴァとかから離れまして、えー、皆さん6日,か6日、えー、待望のブルーハーツやります。 音楽会でございますそしてブルーハーツだけではございません、えー、レイさんがぜひやりたいと言ってますブルーハーツとバンプオチキンどっちが絶望に効くかっていうのをちょっとね、えー、議論したいなと思っておりますブルーハーツ最高なんですよはい。でもその十個二十個下の世代はバンプ最高なんすよってすっげえ言われるんですよえー、でバンプってなんすかって話ですよ、うん、ブルーハー超えるんですかって話ですよ でこの世代間戦争だけじゃないです。<ー>もうだからそのオタク第一世代第二世代の戦いはいいんですよ。もうそれか <laughs> ブルハ対バンプそしてバン,プそのバンプに対抗できるやつはラッドそしてみたいな話はしたいしね。<laughs> 誰も戦ってないんですからそこで戦ってんだよお前 <laughs>、まあえ<の>てねあえてこれこう比較して優しい戦いをしてるんだよそんなそんな感じでみんな今ね絶望にねやられてるじゃないですか時代が時代なんでね苦しんでない人いないですよそんな時に、はい、まあ俺はブルーハンに助けられたみたいにいろんなアーティストが救ってくれます誰が一番救ってくれるのかなみたいなことを楽しみに、まあ、話しながらね音楽にダサいってあんのかみたいな話まで低めて。うん そしてですね、最新の、えー、音楽事情も込みでやりたいですねそうですね、はい、金子,綾,子さん綾野さんの話とか天太良さんの話とかもしたいですねはいはい。わかりました。ということで来週のやなさん音楽会でございます皆さんお楽しみにしててくださいそれでは後半、えーしえー、エヴァンゲリオン新劇場版9解説後半いきましょうアーストロビスター,ーベイベー うわもうねあそこでカ薫くんって言って仲良くなるって二2人を楽しく見えるように演出ってか見たいんだよみんなでも気持ち悪いんだよそう何この2人ってなってるわけですで、うん、カオルのすべてのセリフがずれてるんですよこんなこと言わないよな普通っていうことをしれっと言う彼の演技すべてが威嚇をここかにずれてるでシンジだけがみんなと同じだから、うん、14年前のみんなと一緒だから だシンジの目線でなんか友達できそうなんだけどなんか気持ち悪いし意味わかんないっていうこの不条理劇に巻き込まれるっていうのはこれあのみんなあんまり見たことないかもしれないけど60年代70年代にすごい流行ったやつなんですよ。